今日のイースタンリーグで浅野選手が頭部支球を受けるアクシデントがありました。しばらく倒れ込んだままの浅野選手でしたが、その後は自力で歩いてベンチへと下がっていきました。今後の影響などかなり心配ではありますが、また続報を待ちましょう。今日のスタメンは23歳以下の選手が4名入るオーダーになりました。門脇選手が初めて1番に入り、秋広選手と1、2番コンビを組みます。岡田選手も2試合続けて7番ライトでスタメン起用され、相手先発の青柳選手に対して左打者が7名入っています。中10日での登板になる青柳選手と、先週水曜日の2軍戦で5回無失点だった横川選手の先発で始まった試合は、1回表、先頭の門脇選手がヒットで出塁しますが、今日も併殺でチャンスを広げられません。1回裏、横川選手も先頭をヒットで出塁させ、盗塁でピンチとなりますが、後続3人を打ち取り無失点で立ち上がります。2回表、坂本選手のフォアボールと大城選手のヒットでチャンスを作りますが、ピッチャーが弾いた打球をセカンドが直接捕球する不運な併殺もあり得点できません。2回裏、横川選手はこの回もワンアウト1、3塁とピンチを背負いますが、なんとかゼロでしのぎます。3回裏、横川選手はこの回も先頭から連打を許し、フォアボールでノーアウト満塁となったところで交代となりました。最初から松井選手を準備させていたとは思いますが、いきなりノーアウト満塁という場面での登板となるルーキーが不憫です。松井選手はワンアウトは取りますが、佐藤選手に満塁ホームランを浴びてしまいます。巨人打線は4回5回とヒットでランナーを出しますが、打線がつながらず5回まで得点はできません。松井選手は満塁ホームランこそ打たれますが、2イニングを投げて3つの三振を奪い、今後の先発登板に向けて良いアピールにはなったと思います。5回からは今季初登板となる高木選手が登板し、2イニングを1安打無失点に抑えます。巨人打線は6回から8回まで1安打のみ、ランナーを1人しか出せず阪神投手陣に抑え込まれます。7回からは平内選手が登板し、2イニングを無失点。巨人は4人の継投で満塁ホームランによる失点のみにとどめます。最終回も得点できず、今シーズンの阪神戦16敗目となりました。このチャンネルでは、巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。明日の阪神の先発は才木選手です。才木選手は1ヶ月ぶりの1軍登板となった前回の中日戦で6回無失点の好投で勝利投手となっており、そこから中7日での登板になります。巨人戦には今シーズン4試合に登板していて、防御率は 2.92、 被打率が2割3分7厘という成績が残っています。秋広選手が今シーズン才木選手から2本のホームランを打っているので、明日も期待しましょう。対する巨人の先発は赤星選手です。赤星選手は1軍復帰後3連勝中で、その間は18イニングで2失点、防御率1点と好投を続けています。阪神戦は今シーズン初登板となりますが、昨シーズンは3試合の先発含む7試合の登板で防御率 1.13、 3勝負けなしと相性の良い相手なので、明日も好投を期待しましょう。今日のイースタンリーグでは畠選手が先発登板し、3回を投げてノーヒット無失点、4つの三振を奪う好投を見せました。シーズン終盤での1軍昇格もあるかもしれません。2番手で復帰2戦目となる大勢選手が登板しますが、1イニングで2安打2失点と、今週末の1軍復帰に向けて少し不安の残る結果となりました。その後の継投は田中豊樹、鍵谷、桑原、大江の4選手がそれぞれ1イニングをパーフェクトに抑える好投を見せました。打者では中田選手が1安打、菊田選手が2安打2打点の活躍でした。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。